新日本プロレスの高橋ロムです。本日はついに4年ぶりにアメリカに出発します。今羽田空港に来てます。ちょっとまあ空港だから大きい声出せないからさ、ぬるっと始まります。でもやっぱこのアメリカ、久しぶりのアメリカ、ちょっとこれは動画撮っとかないといけないなと思って撮ってます。今回りました。確実にメラードふざけるなふざけるな。じゃあまあ何かあり次第というか、まあなんかちょくちょくこうやって撮っていくんで、まあ懐かしの、まずは懐かしの空港、まあ誰もいないところで撮ってるけどね。まあでもやっぱりなんか審査というか、皆さんチェックインカウンターがまず厳しくなってた。4年前とは全然違う。なんかいろいろと質問されたし、いろいろと入力しなきゃいけないし、なんかこれ結構大変だな。だからちょっと海外行こうかなと思ってる人はチェックイン早めに行った方がいいよ絶対。それじゃあまたね。さあ出発まであと少し。全然空港誰もいない。今から12時間半移動するんですけど、なんと隣が本当に普通に新日本プロレスのファンの人でした。Thank you Together 12 hour 12 hour Together Thank you very much Enjoy。アメリカ着いたよ。アトランタ久しぶりだな。4年ぶりのアメリカ、アトランタ着きました。無事にこっから乗り換えでシャーロット行きます。いや疲れた。約20時間かけてシャーロットに着きました。初シャーロット、初シャーロットホテルでーす。いやー疲れたな。こっち着くの夜だからね、寝ない方がいいかなと思って、寝なさすぎたらやっぱり人間って頭働かなくなるよね。なんかもう疲れちゃったよ。トランジェットのアトランタまではすごいいい感じで、4時に着くはずだったのが3時40分ぐらいに着いて、おお20分も早く着いた。これもう6時15分とかの次シャーロット行きの便だったから余裕だなと思ったらさ、その機長の人がちょっと10分ぐらい、まあ、飛行機に乗ったまま待機でお願いしますみたいな感じのねアナウンスがあって、それでも全然余裕だなと思ったらさ、その10分待機してる間にもう雷雨、あこれが雷雨なんだなっていうレベルの分かりやすいやつ、もういきなりもうザーザーの雨、これゴロゴロドッカンみたいなのがあって、あこれやばいんじゃないかなと思って、わこれもうちょっと乗ったままだろうなと思ったら、結局なんやかんやで1時間以上その場に待機になって、あでこれいよいよこれやばいなと、次の間に合わないんじゃないかなと思って、で結局出たのが5時過ぎで、そっからイミグレ取って荷物ピックアップして、もう一回チェックイン預けて、でゲート行く、これまあまあ時間かかるだろうな、イミグレとか時間かかりそうだなと思ってたら、そのイミグレ中にメールが来て、あの6時15分の便が8時になりました。まあよかったなっていう、まあ、なんやかんや、まあ、それぐらいのあれでまあね、海外はこんなもんかなっていう、遠征中もいろいろあったから慣れてるし、
あでも4年ぶりだったからね、なんか久しぶりのこうやって海外行くのすごいなんかちょっと緊張しちゃったな。なんかいろいろと疲れた。まあこんな感じで撮っていくんで、今日は何も頭働いてないのでごめんなさいって感じ。ふふふ。まあでもこの旅はまあもちろんその試合2試合もそうなんだけど、ちょっと今回そのオフの間にちょっとニューヨーク行って新しいジャケット買おうと思ってるから、あの入場で着てるね、入場で着てるジャケットは、やばい名前が出てこない、サーチ&デストロイっていう有名なもうロックバンドだったら絶対行ってるみたいなのがニューヨークにあって、そのニューヨークの店で、まあ、行ってものだからね、行ってものを買って着てるって感じだ。で今着てるのが2代目のジャケット。あちょっとまあまあ YouTube も撮れるし、まあ、自分のなんかその冒険にもなるし、まあ、ニューヨーク行ってみよっかなと思って、まあ一泊だけど、まあジャケット買いにちょっと行ってきます。3代目のジャケットを手に入れてきます。それではまた明日。おはようございます。朝ごはん行ってきます。すごい機械使ったらヒロのアイスいただきます。ありがとう。すごい本物のアイスだ。試合から帰ってきてちょっとだけ練習しようかな。見せれんじゃないよ、決して見せれんじゃないからね。いつもこうやって頑張ってるんだからね、そこを取ってるだけだからね。よいしょ。よいしょ。おはようございます。さて何日目だ、3日目、あれ、とりあえずシャーロットの次の日、何日でしょう。そうです、アメリカ3日目です。ご飯行ってきます。ご飯行ってきます。じゃあちょっとドリルはお留守番しててください。はい、お留守番します。ダリルにバナナあげよう。バナナ食べててね。いきます。行ってくるよ。こうなんか初めてなんか来たかのような緊張があるわ。試合で行くわけじゃないからね。緊張する。
でも楽しみ、行ってきます。予想以上に手荷物検査時間かかった。ボディーペーパーめっちゃ調べられた。でもまあ無事に入れたんで、むしろちょっと早く着きすぎちゃったかな。まさか初めてというか、海外に来たらさ、何でもとりあえず早く行動した方がいい。絶対もう、うわもっと早く行動しとけばよかったよりか、あ早く行動しすぎた、時間余っちゃった、どうしようの方が絶対にいいから。これはひろみちゃんからのアドバイスです。それじゃあゲートに向かいます。 あとアメリカ結構コロコロゲート変わるから気をつけて。本当に何も言わないで変わるのぐらいコロコロ変わるから。さあ無事にニューヨーク空港に到着しました。到着した瞬間にさ、Hey, Tambo! I'm big fan! って風に言われてめちゃくちゃ嬉しかった。まさかニューヨーク空港で声をかけられると思ってなかったから、俺有名人なのかもしれないって思っちゃった。勘違いしちゃった、びっくりした。いやでもすごくない？すごくない？なかなか海外で声かけてもらうことってないよ。そのなんか結構な奇跡を今もう速攻で引き当てちゃった可能性あるからね。まあそんなこんなんで、とりあえず今からニューヨークの空港からエアトレインに乗って、でなんだっけ、マンハッタンまで行く電車に乗ります。どう？ほらめちゃくちゃ逆光、これで大丈夫。いやワクワクしてきた。今からじゃあニューヨーク行きます。確かこれで買うんだよね、このイングリッシュで。ペンステーション、これ行くだけで、アダルト1枚で、ペンステーションでいいんだよね。ペンステーション OK で、これでどうしようかな、クレジットで、これで OK。 これ買って、であとはこのターミナルからエアトレインで、ニューヨークリバティステーションみたいな、あの国際線の方に移動して、そこでなんか電車乗り場があるから、これ使います。はい、ここがインターナショナルのところだけど、インターナショナルみたいな感じで言い方してくれないから、とりあえずターミナル ABC があって、 C の後の P4 っていうのがあって、そこ通り過ぎて乗ったとこの最終地点ね。なんかあんまね、そうリバティなんとかみたいな感じで言ってくんないからね、よくわかんないんだけど、まあ、そこに着いて降りて、でここの駅に入ります。そこでこれを使います。だからあそこで別にチケット買わなくても、まあ、ここで買えるんだけどね、まあ、先に買っといた方が有利かなっていう、楽かなっていうあれです。
以上、ニューアーク空港からマンハッタンまでの行き方でした。見たのやりたかったね。それやるとか 言わなかったな。それ言うのを撮影忘れてた。まあなんかそんな雰囲気になったんじゃないかなと。無事に着いた。さあ今ニューヨークを練り歩いております。ニューヨークを練り歩くってめちゃくちゃ怖くない？絶対使ったことないでしょみんな。あるか、いや別に使わなくてもいいか。そんなことがどうでもいいぐらい今楽しんでおります。ちょっとお腹が空きすぎたんで、なんか美味しそうなところ見つけたから行ってみます。今ちょうどさ、ホルモンファンと遭遇して、もちろんこっちのね、アメイジングマキシマスホルモンって言われてめちゃくちゃテンション上がるわ。高橋ひろむっていう風に言われるかテンション上がるわ。やっぱさ、いいバンドっていうのは世界共通なんだね。素晴らしい。本当にね、別に特に何も撮ることがなくて、本当にただブラブラして、なんかまあちょっと気になったお店だと入ってるだけなんだけど、やっぱいいよね、ニューヨーク憧れるよね。だってさ、絶対さ、誰もが一度は来たいって思ったことあるでしょ。そんなことないのかな。やっぱ憧れるよね、本当に。うわ、すげえなってやっぱ思うよね。何がすごいかって言われたらよくわからないんだけど、なんかだからこういうなんか誰もが知ってるすごい街でさ、声かけられたり、自分が好きなバンドを知ってたりなんかしてると嬉しいよね。てか話しながら、今俺はサーチ&デストロイに向かって歩いています。マジで本当に多分ね、なんてことない普通の映像が続いております。でも気にしないでください。本当にブラブラ旅です。いやでもさ、やっぱこういう風にやって回しとかないとさ、さっきみたいなさ、なんか Hey! アメージングって言われてさ、そういうの取れないよね。だからやっぱ常に回しといた方がいいのかなって思うんだけど、なんと充電がピンチで、もしこのスマホが使えなくなった場合、ひろむちゃんはもうちょっと行動できなくなってしまう、元に戻れない、あのペンシルベニア駅まで帰れない可能性があるから、それだけは避けたいな。あとこの後あの俺が何年前だろう、もう海外遠征行ってる時の6年7年前に、まあお世話になった、ニューヨークでお世話になったの、ニューヨークビズっていうニューヨークの新聞の人、高橋さんって人がいるんだけど、ちょっとその人と待ち合わせしてるから、もしこのスマホが使えなくなってしまった場合、その高橋さんとの待ち合わせもできなくなってしまうから、だからそれだけは避けたいんです。でもこうやって撮っとかないと、いろいろと撮っとかないと、風景とかなんかそういうの全部含めてさ、これ見ちゃってんのかな、ちょっと調べます。多分この辺なんだよね、サーチ&デストロイ。あとちょっとで着くはずです。いや久しぶりだな。
のニュージャージーにさ半年間住んでたじゃん。知らない人は調べ、あの坂井すみえさんの家に住んでて、で月に1回ぐらいニューヨーク行ってて、でそこでサーチ&デストロイだったらなんか俺が求めてるようなものを売ってるんじゃないみたいなあれで紹介してもらったんだよね。そしたらさめちゃくちゃかっこいいお店で、しかもその店主の人がまさかの日本人、その人はかっこよかったんだよね。なんかまあ今から行くんだけどさ、多分もうね見えてはいないけどもうすぐです。怖い。いやなんか久しぶりで緊張するわ。いや別に緊張するようなことしないんだけどね。いやいいよねこのなんか街並みというか佇まいというかさ、アメリカのドラマとか映画でよく見る風景。お、来た、ここら辺だ。懐かしい。これやってなかったら悲劇なんだけどね。一応調べたらやってたから大丈夫だと思うけど、もう見た目でわかるんだよ。見た目がインパクトすごいから。え？あれ？あれ？心配になってきちゃったよ。あれ？あれ？この辺じゃない？でしょ。あったあれだ。ありました。ここだ。この怪しいところ。怪しい感じのところ。ここだ。サーチアンドレッサー。懐かしい。がっつり怪しいわ。ちょっと行ってみます。来たー、マジソンスクエアガーデン。 YouTube で映して大丈夫なのかな。一体でけー、いいなー。いつかここで試合したいわー。アメリカでーす。来たタイムズスクエア。かっこいいね。やっぱりこのね、今やっぱニューヨーク来たらここ来ないとでしょ。かっこいい。本当に今もう充電があと10杯くらいしかないから全然撮影できないけど、これからご飯行ってきます。ついに高橋さんと合流できるから今から行ってきます。ちょっと待ち合わせ場所までちょっと遠いから遅刻しちゃうかもしれないけど、絶対これだけは取っておきたかったから来ちゃった。かっこいいよね。ちょっともうちょっと待ってか、もうちょっと奥まで行ってこよう。あのミニーちゃん顔出ちゃってるよ。
ューヨーク来たって感じするよね、この辺。うわぁ、いいわ。ハートの何もかもがでかい。お店一つ一つもでかいし、もう何こういう看板とかもなんか全部でかいし、いや規模が違うね。さすがすごいよ本当に。来るだけで価値があると思うよこの辺は本当に。ちょっと気持ち大きくなるもんね。何よりね、本当に羨ましいのがね、みんな身長がでかい。本当に。そしてさ、もう足も長いしさ、羨ましいよ本当に。10センチだけで分けてくれないかな。一人一人から1センチずつもらったら結構身長高くなるよね。なりすぎか。あ、じゃあそろそろちょっと行かないと本当に間に合わないし、本当にマジで充電がないからちょっと切ります。バイバイ。さあ、ついに待ち合わせ場所に到着しました。さあ、どこからやってくるんでしょうか。果たしてそれまでに充電は持つのか。さあ、どこだどこだ。もうヒロムちゃんは限界並みに疲れてる。もう4時間5時間一人で歩きっぱなしで、なんかもう疲れちゃった。もうお腹すいた。さあ、どこでしょうか。どこから現れるでしょうか。充電は持つでしょうか。いろいろと不安ですが、そしてトイレも行きたい。もし多分5時間着いてからずっと歩きっぱなし。だって2時に着いたから5時間半歩きっぱなしでございます。一回スタバ入ってちょっと座ったけど、それ以外はずっと立ってどっか歩いてたね。もうニューヨーク満喫しました。あ、電話かけた。電話かけたら一回切ります。今オンになかった。俺今ずっと誰に向かって歩んだの。オンじゃなかったのに今喋ってましたね。今回りました。あとは本当に充電 10% ぐらいしかないです。もう本当に自己紹介ぐらいで、はい、ちょっと、本当に自分がアメリカ遠征中にお世話になってたウィークリービズの、はい、ニューヨークビズの、はい、ニューヨークビズの高橋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ヒロム君、このスーパースターにヒロム君って言う。いや、全然ちょっとヒロム君ですよ。ヒロム君でやってますから。ヒロム君、このスーパースターになる前から。いやいや、ね、でもスーパースターになったら自分は高橋さんに連絡しませんっていうふうに言ってたじゃないですか。だからまだ自分の中ではスーパースターじゃないので高橋さんに連絡しました。連絡しないの。連絡してこい。それぐらいお世話になって、で、本当にインタビューとかもしていただいたりして、で、高橋さんもYouTube やられてるので、いつかコラボしたいなって。ぜひお願いします。いや、はい、まあ、これもある意味ちょっとコラボでもスーパーアンド誰も乗ってたんだ。いやそんな思うわけない。もうすごい、思ってても言わないです。思ってても誰も言わない。そんな悪い人は見てないですから大丈夫です。で、本当にいろんなスーパースターをインタビューされたりしてるんで、ぜひ皆さん見てください、はい、8月29日に CNC の、あ、どうぞ。角川からですね、はい、今までインタビューしてきました。あ、マジですか。本が出ます。それ自分も入ってます。天竜さん入ってます。あ、じゃあ自分入ってますか。田中選手入ってます。自分入ってますか。よろしくお願いします。いやー、そういう人なんですよ。第2弾お待ちしております。ありがとうございます。もう充電ないんでちょっとこれで切ります、はい、すいません。これからご飯行ってきます。バイバイ。Step 1 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2 Get some good, some food in you. 一番有名な駅、グランドセントラル。ニューヨークの朝です。さあ、ニューヨーク旅もこれでおしまいです。こっからまたシャーロット。
に戻ります。もうね、本当にね、手荷物検査の時に絶対みんなボディーペーパー入れない方がいい。ボディーペーパーで何分待たされたか。あとね、なんだっけ、パスポートとかチケットチェックする人がまさかのアキラ入塾こういう風に言われた。すごい入学空港ヒロムファン率高い説。ぜひ皆さんも入学空港でヒロムファンを見つけたらご一報ください。それじゃあシャーロットに戻ります。バイバイニューヨーク。ラッシュビルに着きました。ラッシュビルのまあホテル、まあこれ結構ダウンタウンから離れてるんだけどね。アダリル、コインダリルいます。ダウンタウン離れてるから今からまあウーバー使ってダウンタウンの方まで行ってラッシュビル味わってこようかなっていうふうに思っております。それじゃあナッシュビルのダウンタウンで。グッモーニング、グッモーニング、モーニング、モーニング、変わり映えのない世界へようこそ。高橋ロムです。さて今 PCR テストに行ってきて、今日の夕方5時にメールが来まーす。まあ大丈夫でしょう。帰りにバーガーキングとスーパーで買ったなんかチキン、フライドチキン。いや本当にね、アメリカのさスーパーってさ、もう全部物が大きいからもう本当に1泊2泊でさ食べきれる量の物が売ってない。すごいよね。だからさ、住む分には本当にいいんだろうね。なんか全部でかいし、なんかそんなことを感じた。いや太っちゃうかな。またハンバーガー好きなんだよね。ハンバーガー大好きなの本当にハンバーガーって最高に美味しいじゃん。ハンバーガー大好きなの。いただきます。何回食べても飽きないわこのハンバーガー。そういえば来月13日14日に LA でさ、ブレインスラムレスリングっていう団体興行、なんかそこで試合するんだけどさ、 LA LA って言ったら俺の中で一人っていうか一グループというか一家族、めちゃくちゃ好きな YouTuber がいて、キラキラ USA さん、ぜひお会いしたい。 LA にせっかく行くんだからね、お会いしたいね。お会いしてさ、一緒に YouTube コラボとかできたらいいなとか思っちゃうよね。うん、おいしい。ハンバーガーってなんでこんな美味しいんだろう。最高。ハンバーガーって美味しいわ。ハンバーガー考えてって天才だな。今日一日またハンバーガーだな。ウーバーイーツで頼んで。
全然大丈夫だけどね、あれは。毎朝ハンバーガーでいけるわ。おいしい。いやでもやっぱさ、お米と鮭と味噌汁そして納豆、これはマジで本当この組み合わせ考えた人マジで本当天才だよ、最強。確かにもうあれに勝てるものはないかな。うん、うん、食べるって幸せだよね。美味しい。さあ着きました、試合会場。こんな感じ。いやー、ここで試合しますよ。すごいな、アメリカ。ワクワクする。すごい、サイン会すごい。入る。すごい、やった。ふざけるな、ふざけるな、マジで本当に置いてったもの全部取られてるっていうか、なくなってる。マジで本当にやられたよ。にも程があるな。はぁ、部屋綺麗にしてって、なんでまだチェックアウトじゃないって分かってるのに持ってくかな。本当に。いや、これでマジで捨ててたら本当に切れるよ。いや、本当に。いや、マジで本当にみんな気をつけて。本当にこれマジだから今フロントに言って、めちゃくちゃ怒ったけど、いや、ちょっと待ってくれって言われたけど、これでマジで捨てられてたらマジでムカつくし、本当に。いやー、ホルモンの T シャツとかホルモンのパンツとか全部干し、私服とか全部干してたのに、まあ、一応なんか取られたら怖いなと思って iPad とかそういうの全部持ってってたからよかったけど、マジでムカつく。あと一泊あるって分かってんのに、いや、これでまだ取っといてくれたらいいけど、マジで捨ててたらマジで許さない。
ひどい。ひどい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 。本当に。何部屋きれいにして全部持ってってんだよって。ちゃんと確かめてから持ってけって。はぁ、イライラする。ちくしゅ。この後サマースラム、ちょっと見に行こうかなと思って、まあいい。まあ行くよ、行くけど、まあマジでムカつく。ああ、腹立つ、腹立つからもう切ります。バイバイ。マジムカつく、マジムカつく、マジムカつくけど、サマースラム行ってきまーす。ああ、今、なんだっけな。インシデントレポートっていう、なんか何盗まれて、その金額がいくらとか、ああ、なんかそんなのを書いた紙、まあ写せないから写さないけど、その紙を今もらいました。まあ帰ってこないんでしょうけど、お金はもらいます。でもさ、まあね、物はさ高いもんじゃないよ、高いもんじゃないけどさ、もう手に入らないものじゃん、その通販とかで買ったさホルモンの暴君ショーツとかはさ、もう手に入らないから、お金とかもらっても困るんだよね。別にお金が欲しいわけじゃなくてさ、もうお金はもうなんかせめてものなのに、攻撃というかそんな感じだけどなんかね、ショックだよね。こんなことに腹立てんのもなんかもうめんどくさいけど、いやそりゃ腹立ちますわね。まあでもまあとりあえずは、まあまあ俺一人の力じゃね、このなんとかレポートとかもらえなかったし、まあ本当にいろんなスタッフさんの力とかを借りて、まあここまで来れたからまあよしとするかな。もし一人で、俺本当に一人だったら多分ここまで、多分このなんとかレポートとかもらえなかっただろうし、反撃はできたんじゃないかなと。満足はしませんけど、まあもう絶対帰ってこないから、絶対帰ってこないから、もうね、せめてものです。はーい、あと4時間ぐらいで出発します。3時ぐらいにここ出て空港かな。うーん、もうやだ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 。さあ現在朝の3時になりました。いやもうさあ、まあ今2時間ぐらい寝たけどね、もういいや、終わりよければ全てよし、帰れればよし、それでいい。な、旅の思い出ありがとう、ナッシュベル。まあ今から空港行くんですけどね。はーい、さあシアトルに到着しました。まさかのトランジェット7時間。さあ一体7時間何をやるんでしょうか。そう、買い物しかありません。そしてシアトルといえばスターバックス。まあ7時間もあるんで、いつか行ってみます。またシアトル、シアトルのお土産コーナー、ビッグウッドめっちゃ売ってる。これはちょっとムー編集部に買っていきます。はい、みんな聞いてください。デスペファン歓喜、ついになんかご飯食べてる、完全にあれデスペラードっていうのを見つけました。やりました。皆さん喜んでください。デスペラードファンの皆さん、高橋ヒロムを褒めてください。それでは確実にあのね、ロリクレキャップをかぶってるのは、俺のこの色違いのこのロリクレキャップをかぶってるのは間違いなくデスペラードしかいません。それでは皆さんどうぞ。これ、あー今カバンが、これ確実にデスペラードを映しちゃった。おめでとう、高橋ヒロム YouTube 出演おめでとうございます。さあこの映像は果たして流れるのか流れないのか、皆さんお楽しみ。いやー、これはもうちょっと近づく。
はこれ以上行っちゃうとやばいから、俺は違うところでご飯食べます、バイバーイ。それじゃあみんな無事に羽田に帰ります。ありがとう、ありがとう、久しぶりのアメリカ。無事に日本に到着しました。いや、皆さん本当に海外では大事なものは常に持ち歩く方がいいですよ。それじゃあまた会いましょう。疲れた、バイバイ。さっきの動画でもう終わろうと思ったんですけど、なんと俺の前にいるのが、デスペラードが前を歩いております。まああまり近づくのやめましょう。これで僕は下がりたいと思います。それでは近藤さん、バイバイ。